普段の食事にトッピングするだけで痩せる食材トップ3をあなたにお伝えしてまいります。ビオトップバリューで買えるんですよ。今回はランキング形式でお伝えしてまいります。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えする食材の痩せるポイントは、1つ目、腸内環境を整える食材だから、2つ目、血糖値の上昇を抑えてくれるからなんですね。その理由は、あなたの腸内環境が良いと自然と痩せ体質になれますよということで、もう2つ目はあなたの血糖値が急上昇してしまうと、その間一気に脂肪を溜め込むことになってしまうんですね。そこでこの血糖値を緩やかに抑えてくれる食材を普段のお食事にこうトッピングを上手にされると、脂肪を溜め込みにくくすることができるんです。例えばあなたの腸内環境が悪くって、しかも血糖値を急上昇させてしまうような、まあ、菓子パンであったりパスタであったりラーメンとか、そういった小麦製品ですねを召し上がってしまうと、もう一気に脂肪を溜め込みますし、また腸内環境が悪化してしまって、結果デブ菌と呼ばれるその悪玉菌をどんどん増やしてしまう。悪玉菌が喜ぶ餌となるこう食事をこう食べたくなってしまう、味覚に変わってしまうんですね。そうなってしまうと、もうなかなか努力しても根本的に痩せることができないからなんです。なので今からお伝えする食材を摂ることで、あなたの腸内環境が整って、しかも脂肪を溜め込みにくくしてくれる、血糖値を緩やかに抑えてくれる食材を摂ることで、あなたは痩せることができるんですよ。それでは次に早速ランキングに入ってまいりましょう。ではランキング第3位はこちらです。イオントップバリューのグリーンアイブランドのオーガニックすりごまの白です。こちらは有機栽培で育てたごまを二重釜焙煎で煎り上げ、粒感を残し香ばしく仕上げましたということで、もう本当にね、有機栽培の安心の素材を使っていただいてるんですね。でここに JAS ジャスマークもちゃんとついてる認定の確かなものですから、もう腸内環境にも丸なんですね。でこちら1袋に 65g 入ってまして、お値段がですね188円税抜きでした。でこちらは 10g あたりのエネルギーが 66kcal、 タンパク質がやっぱり豊富で 2.1g で、脂質が 5.9g、 糖質が低くて 0.5g なんですね。なのでこういった糖質が低いと太りにくくなりますよね。私はもう何にでもかけます、このすりごまの白タイプですね。もう何にでもかけるんですけれども、その白ごまのダイエット効果をお伝えしていきます。もうとにかく食物繊維が豊富ということで、あなたの腸内環境がまあ整うですよね。痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌になります。でまたタンパク質が豊富ですから、あなたの肝臓が元気になって、結果デトックスができて代謝が良くなるんですね。結果痩せますよということ。そしてまたビタミンやミネラルがもうめちゃくちゃ豊富なので、もう普段のお食事にもうトッピングするだけでこういった痩せメニューに変わることができるんですね。まあ、変えることができるわけです。で私はもうとにかくですね、もうご飯にも振りかけますし、お味噌汁や卵焼き、まあ、卵料理にも混ぜたりとかですね、納豆にもかけますし、サラダにもお鍋にももう何にでもかけて食べてます。もうそれぐらい大好きですし、もう本当に腸内環境を整えてくれるもう優れものですから、あなたもぜひぜひトッピングして食べてみてくださいね。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。イオントップバリューのグリーンアイブランドのオーガニックすりごまの黒です。これ黒ごまなんですね。でこの黒ごまがねめちゃくちゃいいんですよ。この黒っていう色がいいんです。アントシアニンという、まあ、効果があって、もっと痩せることができるんですね。で同じくこちらも有機栽培のごまなんです。ジャスマークもちゃんとついてます。でカロリーは 10g あたり、先ほどの白と比べてちょっと低くて 64kcal で、タンパク質が 2.0、 脂質が 5.7 で、糖質が 0.5 で同じですね。糖質が低い食材になっています。でこちらが、まあ、1袋 60g で、お値段は先ほどの白と一緒で188円でした。
でこちらの黒ごまの痩せる効果、まあ、白ごまプラスアルファということでお伝えしたいんですけれども、この黒い色が持つですね、アントシアニンというこの成分があなたの内臓脂肪の蓄積を抑えてくれますし、また同じくですね、アントシアニンはですね、血糖値の上昇を抑えてくれる効果があるんですね。この動画の冒頭でお伝えしました通り、血糖値が急上昇してしまうと脂肪をどんどんその間にこう一気にですね溜め込んでしまうわけですから、この黒ごまのアントシアニンが持つ効果を使って、そういう脂肪のこう溜め込みをこう抑えてもらえるという黒ごまのダイエット効果でした。もう白ごまと黒ごま、その、まあ、お好みがあると思うんですけれども、まあ、特に気にせずにアントシアニン効果を狙うようでしたら、やっぱりこの黒ごまおすすめしたいと思います。まあ、白ごまの方は使いやすいかもしれないですね。もう何にでも使えます。まあ、黒ごまも一緒ですね。ではいよいよあなたに第1位をお伝えしていきます。1位はこちらです。クラッシュアーモンドすりごまです。これはですね、今までこのごま効果をもういっぱいお伝えしてきましたけれども、ごまのダイエット効果プラスアーモンドが入っているごまなんですよね。すりごまです。でこちらは1袋 50g 入っていまして、お値段が185円でした。コスパもいいですよね。でこちらはですね、1袋あたりのカロリーが324キロカロリーで、タンパク質が 10.3g で、またコレステロールなんかはゼロなんですよ。そして食物繊維も豊富、あとはカルシウムや鉄やビタミン E が入っているんですね。でこのアーモンドが入ったことでさらにダイエット効果が上がるんです。アーモンドのダイエット効果です。代謝を上げてくれます。もうビタミン E が豊富ですからね。でまた悪玉コレステロールを減らしてくれるんです。もうこれ嬉しい効果ですよね。そのことであなたの血液がこうサラッサラになってくれれば、体をこう巡る血液がきれいになるわけですから、結果あなたの代謝が上がって、結果脂肪を燃やす力が上がるというダイエット効果があるんですよね。さあいかがだったでしょうか。今お伝えしたこの痩せる食材トッピングですね、トップ3はもう本当に簡単に使えますよ。もうあのサラダ、トーストと、アイス、ヨーグルトって書いてますけど、もう何でもいいんですよ。もう決まりはないです。もうあなたが普段食べてる食事にもう何でも振りかけてトッピングして召し上がってくださいね。そのことであなたの腸内環境が整う、血糖値の急上昇も抑えてくれて、脂肪を溜め込まずに済むわけですから、もうこんなに便利な食材ないですよね。とってもおすすめの食材3つお伝えしてまいりました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまなダイエット法、健康法、腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが継続的に健康的できれいに痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。またこういったダイエット法のお話に、まあ、ご質問終わりの方々はですね、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらからご登録後、直接私にご質問されていらっしゃいますので、あなたもおっしゃってください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。